生体認証登録の困難。ベトナムでは2024年7月1日から少量銀行によるオンライン送金において900万ボルト ND 約390ドル以上の取引には顔認証が必要となりました。この新しい規制に対し多くの顧客が不満を抱いています。顧客の声、ホーチミン市ハクの住民グエン・ロックさんはオンライン取引所のために生体認証登録を行いましたが、7月1日に900万 TND 以上の送金ができませんでした。 TPBAN 系のオンラインバンキングアプリで顔認証を失敗し、何度試みても顔認証に失敗しました。生体情報を再登録してください。適切なポーズ、本物の照明およびカメラを確保してください。通知が表示されました。ロックさんは登録時と同じスマートフォン iPhone15 Pro を使用しており、顔も変わっていないと述べています。システムの不具合のため彼は送金額を小分けにして顔認証を回避する必要がありました。この問題が解決されなければ高額の送金時にさらなるトラブルが予想されると懸念しています。ハノイの状況、ハノイのホアンキエム区に住むドアン・チャンさんも航空券の支払いの際に顔認証を使って900万 VND 以上の送金に成功しましたが、システムエラーのため何度も試みる必要がありました。この手続きは不便です。多くの友人が顔認証が必要になってから900万 VND の銀行のアプリでは生体認証登録に成功しました。銀行支店でのサポート、7月1日、ホーチミン市の多くの住民が生体認証登録